それでは早速釜中監督のマシンガントークを45分お楽しみください。マシンガントークと言われてしまいましたが、皆さんどうも今日はありがとうございます。長い映画を本当にありがとうございました。今日はですね、ちょっと若干調整がうまくいかずに画面がですね、ちょっと白っぽかったんですけれども、ぜひ劇場で美しいスクリーンでまた見たいという方は2月の16日から1週間劇場公開が、つい、昨日おとといぐらいに決まりましたので、オーディトリウムっていう、渋谷の劇場なんですけれども、まさにそこで311の日に上映会を劇場公開をしておりました。で、午前中の会ではですね、すごいこう紳士が3人、私の映画の観客としては非常に珍しいタイプのスーツを着たパシッとした人たちが3人現れて、午前中の回で映画を見終わって、でその感想を聞いたら、自分たちは原発を作るエンジニアだけれども、もう日本には原発はいらないと思うんだよということをおっしゃってたんですね。で、時代はちょっと変わっていくのかもしれないと思っていた、その2回目の上映会の劇場公開 その上映の真ん中で、地震が来てしまって、こうやって、日本は原発が爆発した国になってしまったんですね。で、私の映画はですね、今日のは過去をめぐる3部作の3本目なんですけれども、今日先ほどご紹介いただきましたリケット先生から私がこの映画を作ってきた、その、経緯というものをちょっと知りたいというふうにおっしゃられて、ちょっとそういうことを聞いてやってください。最初はですね、この被爆者世界の終わりにって映画を作ったんですね。これはですね、2003年に完成した作品なんですけど、これは私はもともとその、映画の世界に入ったんですが、映画ではどうしても食べていけないということで、NHK の番組を作り始めたんですね。で、NHK の番組はですね、映画を作っていた時代はこうやってその観客にお届けするのがドキュメンタリーの場合非常に難しかったんですね。劇場でドキュメンタリー映画をかけるっていうのは本当つい最近のことなので、どうやってこう自分が作った作品を人に見てもらうかっていうことに関しましてはすごく大きな壁がありました。でも作りたいものがたくさんあるので、NHK で番組を作ろうというふうにこう意識をこう転換しまして番組を作り始めたんですね。結構順調にいってるつもりだったんですけど、1998年にイラクに取材しに行ったんですね。そうするとですね、イラクでは子供たちがこうやってサッカーをしているんですけど、普通に遊んでるんですけれども、それだけで被爆をすると、日常生活の中でこう被爆が起きているっていう、そういうことに初めて遭遇したんですね。それまで私自身も被爆に関して全く興味のない、もうその広島と長崎に落とされたような原爆が二度と人類の手によって使われることはないだろうというふうに勝手に思ってたんですね。だから原爆が落とされなければ被爆者も生まれないという思い込みがあったんですけど、ところがイラクに行きますとですね、世界中で子どもたちはサッカーして遊ぶわけですけども、やっぱりイラクではサッカーすると被爆するという事態があって、でその原因になっていたのはこの劣化ウラン弾だったんですね。これです。これまさしく砂漠にゴロゴロっと転がっておりまして、これを放射線計測器で測ると 3.8 マイクロシーベルト、でこれは年間に相当すると33ミリの被曝になるんですね。相当その光線量の被曝をしてしまうというか、この近所で暮らしていると大変なんですよね。だけどこれ塊になってあるんですが、これはですね、どういうことになっているかというと、こういうその戦車にぶつかるとあれが燃えるんですよ。火薬も何も入っていないのに放射性物質ウラン238って言うんですけど、ウランそのものが熱を出して3000度ぐらいで燃えて、でほとんど一瞬でこの穴を開けて40センチもある鋼鉄をぶち抜くんですね。これはですね、アメリカが、80年代から開発して、80年代の頭ぐらいから開発して98年に世界で初めて戦闘で使ったという代物なんですけど、こう爆発したその燃えた状態になった時にこう放射能を多く含んだこう気体になってしまうんですね。それがこう拡散していって、
それでこう環境の中に入り、生態系の中に入り、食べ物から空気から水からということで体の中にちょっとずつ入っていくという慢性的な、その低線量の内部被曝っていうのがイラクで進行していたんです。そんなの私聞いたこともなかったので、なんでこの戦争が終わって7年目に行ったんですけど、7年も経っているのに子どもたちは今病気になるんだろうか、わけがわからないと思っていたんですね。で今振り返ってですね、これ福島市なんですよ。福島市の渡りっていうところなんですね。でこの赤いところがホットスポットなんですね。でここが4から6マイクロシーベルト、つまりレッカー分断よりも高い放射線を地域でそこにいるだけで浴びてしまうという、そういうホットスポットがこうやって点在しているんですが、例えばこういう地域なんかは全然避難勧告を受けていないんですね。ほったらかし状態になっています。で子どもたちもここでサッカーをしたり、ここが渡り小学校なんですね。渡り小学校プール、そこは速攻で 3.9 マイクロシーベルト、でここは山田屋支店の駐車場70マイクロシーベルト、ここの四角は100マイクロシーベルト、とても汚染されているんです。だからこのイラクで起きていることはどういうことかっていうと、小児がんと小児白血病が増え続けているっていうことなんですね。それだけではなく、ありとあらゆる病気が増えているんですけれども、問題はその因果関係をレッカーランダムのせいだっていうふうにすごく特定するのが難しいっていうことなんですよ。でも、私はそのイラクの取材で被爆という問題に初めてぶつかったんですね。そして、この小児がん小児白血病の子どもたちが治療されないままに、当時経済制裁があったので、その経済制裁はイラクに対して抗がん剤を輸出してはいけないというふうにしておりました。で新しい医療情報も教えてはいけないと。だから子どもたちは死んでいき続けるしかないという状況に追いやられていたんですね。でそれを私が国連の WHO の事務所がバグダッドに当時ありまして、でそこに訪ねて行ってどうしてだって聞いてもですね、そこの人たちは、当時の大統領のサダム・フセインが抗がん剤で大量破壊兵器を作るかもしれないなどという、そのなんでどうやってなんで作るんですかと言っても誰も答えることができないようなバカなことを言うんですけど、でも現実は子供は死んでいくので、私はカメラを持ってそういう撮影すると。何のためにすごい無力なんですよね。お医者さんも無力だし、その病気の子供を抱えたお母さんたちもすごい無力なんです。なんかそれで世界中がやっぱりイラクの子供たちなんか死んだっていいんだっていうふうに見捨てられてるっていう感じなんですね。まさしくやっぱそうやって絶望の中にいたと思います。でそれをこう翻って今にこう帰ってみると、ここに暮らしている福島の子どもたちやその親たちっていうのはまだ1年と10ヶ月9ヶ月かだから、ね、病気出てるって話は私のところにポロポロと来ます。今日も、白血病になった子供が小児白血病になったっていう、そういう知らせをいただきました。でもそれが、この福島原発事故のせいだと今のこの日本の状況で言っても、やっぱりこうそれはその因果関係をどうするんだとか認めてもらえないんじゃないかと思うんですね。でもこれから起きることを考えると、例えばですね、このレッカウラムというのは原発、今回メルトダウンをしたわけですけれども、炉心の中に入っている核燃料の 96%、 あれウラン燃料なんですけど、その 96% はこのレッカウラムなんですね。それがメルトダウンした温度は2700度から3000度です。つまり、イラクでこうやってここにぶつかって3000度で燃えたというのと、2700度でダラダラと溶けて爆発したというのと、ほとんど状況的には変わっていない。でそういう放射性物質を大量に含んだ、イラクの場合は劣化ウランだけなんですけど、原発の場合はですね、もう何百種類ものさまざまな放射性物質が
長年の、まあ、1年3ヶ月ぐらいこう核分裂反応させ続けるとウランがいろんなこう、人工的な放射性物質に変わるんですね、プルトニウムもそうですし、要素、放射性要素、いろんな放射性物質ができます。それが爆発によって、まあ、放出されてしまった、もうイラクよりも厄介なことは起きたと思っています。実際そうですけど、これは劣化ウラン弾なんですけど、これはですね、原発の燃料を作るときに出てくるゴミから作ってるんですね。でそういうことも私は取材しに98年に行った当時は知らなかったんですね。でそういうその、まあ、驚愕の私として見ると、これは一体何が起きているんだっていうのを、まあ、NHK の番組で伝えようとしたときに、NHK の、 その非常に教育を受けたメディアを作っている側のプロデューサーたちが、まあ、こういうふうに低線量の内部被曝は無害だというふうに信じてるんですね。だって微量な放射性物質なんだろう、放射線が弱いんだろう、でそれ影響がないとアメリカは言ってるじゃないか。でアメリカは公式に子どもたちの病気と、劣化ウラン弾の因果関係については否定をしているんですね。ところがだんだんヨーロッパからも、まあ、多国籍軍ということで、イタリア兵とかスペイン兵とかイギリス兵がですね、イラクに行きました。でその人たちが帰ってきて、湾岸戦争症候群、まあもちろんアメリカの兵士たちもいっぱいになってるわけですけれども、ヨーロッパではそれをもっと真剣に受け止めて、なんでこんな病気が出てきたのかっていうことをこう追求していった結果、やっぱり劣化ウラン弾ではないかっていうことがだんだん確定されつつありまして、でその訴えをしたそのイギリスの兵士なんかは裁判では勝ってるんですね。でもアメリカでは全くそういうふうになっていない。だからまだこれからこの低線量の内部被曝が人間にどんな影響を与えるのかということに関しては、こうすごいこう大きなグレーゾーンの中にあるんですね。でも私は実際イラクに行って、関係ないよ、こんな大したことない放射能汚染なんだからと言われて、実際バグダッドで測り、バスラで測り、あちこちでこう空間の放射線量を測ってもですね、去年事故が起きた3月時点の東京よりも確実に低い、ものすごく低い、今の東京よりも低いくらいの放射線量しかイラクにないんです。でももはや東日本を中心にして日本はものすごく高くなってしまったわけですよね。だから本当にこれから何が起きるかは未知だと思っていますけれども、ただこの低線量の内部被曝に関しては、今私たちが本当に考えて向き合って知らなきゃいけない重要なテーマだと思っています。私はそれに1998年に出会ったんですね。NHK の番組を作ろうとしたときに、そこにもう一つメディアの大きな壁が立ち塞がっているということに気がつきました。メディアとしてはこのプロパガンダをずっと流し続けてきたっていうか、まあ、だからその本当は原発だって爆発しなくても煙突から気ガスという放射性物質を出してるんですよね。だからドイツの疫学調査では原発を中心にして10キロ圏内、100キロ圏内の、小児白血病の発症率は確実にそれ以外の地域よりも高いという国の疫学調査もありますし、アメリカのこの低線量被曝の危険性をこう警鐘を鳴らした非常に貴重な、方、研究者もやはり乳がんの発症率を原発周辺で、調査をして、原発の周辺だけが乳がんの発症率が高いという事実に行き当たってるんですね。ですからこの低線量の内部被曝は、今原発が爆発してこういうことになった今、私たちにとっては避けがたい問題だと思っています。だけど、一方でですね、やっぱ原子力を進めたい、核開発をしたい、そういう大きな勢力は、莫大な予算と権力を使って組織的に被害の過小評価を宣伝してきた。それは広島と長崎に関しても実は同じだったんですね。そうすごくね、この歴史を伝えるっていう中で、ここだけがなんで抜け落ちてしまったんだろう、ポロッと
しかも唯一の被爆国と言われながら、この大事なことが、と思うその大事なことというのは、例えばその原爆が落ちた1945年8月6日、8月9日、それから5年間、占領軍、アメリカの占領軍は広島、長崎の生き延びた被爆者の方たちに自分の体験を一切語るなと。で、そういう人たちを診察したお医者さんに対しても、診察して何か異常があったり、気がついたことを一切外に語ってはいけないという、ものすごく厳重な言論統制を敷きました。その5年間に、本当に放射線にやられた弱い人たちは亡くなっていったんですね。でその5年後に今度は ABCC という放射線、原爆影響調査団というのを出して、生き残った8万9千人ぐらいの被爆者の方たちを治療しないで血液検査をしたり、いろんなこう検査をしてデータを取ったものが今国際放射線防護委員会の被爆の安全基準値の元データになっているんですね。でその元データには内部被爆は一切、アルファ線もベータ線の影響も一切入ってないんです。そうボカンと原発が爆発した時に出てきた放射線の量だけを計算して、でしかもその5年間死んだ人のデータを一切入れずに作ったのが今の安全基準値なんです。それはもう根本から本当は問い直されなきゃいけないんですね。ところが今日本で横行している福島原発事故でこれくらい大丈夫、あれくらい大丈夫って言ってるのは、まさしくこの放射線防護委員会の根本がずれているデータに基づいてやってるんですよ。でなんか私はこれをね、ちゃぶ台返しって言うんですけど、その御用学者って言われてる人たちとか、大丈夫大丈夫、もう100ミリ浴びても大丈夫とか、今20ミリになってるわけですけど、年間。その国際放射線防護委員会ですら年間1ミリ以上浴びてはいけないと言ってるんですよ。極力少なくしろと。それを今、まあ、非常事態だからということで福島では20で、その前は山下教授なんかは100ミリ浴びても大丈夫などと言ってるわけですから、もう国際放射線防護委員会といい加減なところすら1ミリって言ってるのに、日本はとんでもないことを今やってるっていう、そのとんでもなさがなぜか国民の中に共有されていないんですね。ここは本当に私たちが乗り越えなきゃならない大きな壁だと思っています。私の映画を作る本当にこう始まり始まりのモチベーションは被爆問題なんですね。でそれはやっぱり真っ先に子どもたちが死んでいくという、被爆をしたら真っ先に誰に影響が出るかって言ったら子どもなんですよね。胎児であり乳幼児であり、そして小さい子どもの順番にやられていく。それはやっぱり未来がないと思ったんですよ。で映画に、まあ、NHK ではなかなかうまくいかなかったので映画に切り替えることになったんですけども、まあ、NHK で番組放送するスカ問題もありましたが、なんとか監督は放送はできたんですよね。でも私のその被爆に関するツッコミがちょっと浅かったっていうこともあると思いますが、でもイラクのその子どもたちが亡くなっていっていることとか、薬がないこととか、劣化ウランが使われたこととかは入れることができたんですよ。まあ、それを600万人が見たんですけど、ほとんどリアクションがなかった。シーンとかっていう感じで、私もテレビというメディアにちょっとね、ダメだなと思いました。だから今日みたいにこうやって来ていただいて、まあ、向き合うと。スクリーンに向き合っていただくということをやると。で顔が見える中でこういうことは伝わっていくんだろうなと思ってやり始めたんですね。でまあその本当に私に被爆のことを教えてくれたのは平俊太郎さんといって、今年の1月1日で96歳におなりになりましたが、まあ、去年だけでも100回ぐらい講演会をしてらして、頭はすごい元気ですけど、まあ内部被爆、ちょうど広島で被爆なさったんですね。でその原爆が落ちた後に広島に入ってきた原爆に遭っていない人たちも同じ被爆者と同じ症状を出して苦しんでいくっていうのを、まあ、本当に最初に人類史上体験したお医者さんなんですね。
でそれで難民被爆のことをずっと警鐘を鳴らし続けていて、私はイラクから帰ってきてこの飛田先生に会ったことで、まあ、被爆に関してこう目が開かれてきた。被爆は侮れない、被爆は過去のことではない、現在進行形で世界中で起きている、それは原子力の周辺で起きているっていうことだったんですね。だからまあ、その被爆者はですね、この核兵器工場もアメリカの核兵器を作っている工場も取材しているんですけれども、まあ、被爆にはですね、加害と被害の区別がこうあんまないんですね。つまり加害者側がその被爆から免れることができるのかっていうとできないんですよ。だから60万人のアメリカ軍の兵士たちがイラクにガーッと侵攻して、で劣化ウランをバンバン打ち込んだら、彼らも被爆してるんですよ。それでこの核兵器に関して言うと、この核兵器工場の風下で彼女ローラさんは結婚して新しいその新婚生活を始めたんですけれども、こう彼女が住んでいる地域の28家族全員が、そこに住んでる女性全員が流産をし、障害児がもう何人も生まれて、一家に何人もがん患者が出てっていうようなことになって、で実はその核兵器工場から放射性物質が故意にこうばらまかれていたということが機密書類で分かっちゃうんですね。でもおかしいなと思いながら日々の生活に追われて放射能のせいだとは気がつかなかった。でも気がついた時にはもうすでに被害が出てきてたんですね。でその核兵器工場で、まあ、そこを支えてきた科学者にもインタビューをした。そうすると彼は、まあ、そういう被害があるという話もあるけれども、データではそんなことはない、データが全てだっていうようなことを、まあ、言うんですね。よく言われていることですけれども、でも私はそのデータにこそ問題があるっていうふうに考えていまして、これからも、まあ福島で起きてくることだと思いますが、疫学調査っていうんですよ。放射能線っていうのはまだらなんです。こう筆にインクを含んでこうバッとと、そのまだらの点々と白い部分ができる。そうするとそのインクがかかったところはこういうふうに濃いんですね。でそれとこの周辺に住んでる人たちはより多く影響を受けるんですけど、疫学調査っていうのは科学的なデータとして認められるには分母が10万っていうんですよ。10万人の調査をして平均化した上でどれだけ影響が出たかっていうことを出さなきゃいけない。だけどそうするとどん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 平均化して薄まっていくんですね。こういう狭いところにより多く汚染されているところでは被害が出ている。だけどこういうところでは出ない。それを平均化していくとあんまりそんな変わんないじゃないの、ほら被害はないじゃないかっていうふうにどうしてもなっていくんです。どれだけ被爆したのか、その数字を出しなさいって言われると、実はそれどれだけ被爆したのか未だにわからないんですね。チェルノブイリもそうです。チェルノブイリの人たちはどれだけ被爆したのかなんて全然わかってないんです。わかっているのは広島長崎の、爆発した時にどれだけ放射線が外から出て、外からどれだけ浴びたのかっていうのは計算上はわかってるんです。だから広島長崎の8万9000人の人たちのものがデータになってるんですね。だから分からないことを安全だと、あるいは危険だと言っても、今なんか非常にそこがこの問題を非常に厄介な複雑なことにしている原因だと思っていますけれども、でもこういう現場に行くと被害者はいるんですよ。被害を受けてる人たちは確実にいて、まあ、ローラのそのうちの近所の人たちのように、ローラ自身も家族の一人を除く全員ががんになっていたりとか、自分も流産を経験したりとか、まあ、してるんですけど、でもそういうことをですね、飛田先生は無自覚な被爆者と呼んでいます。で今被爆のこととか放射能のことを福島でもあちこちでも話をすると、あなたちょっと神経質なんじゃないのとか、危険を煽るんじゃないということを言われがちなんですけれども、そういう無自覚であろうが自覚的であろうが、ご戦地に住んでいれば被爆するということは変わりがないんですね。私はだからこのまま原子力が進んで、劣化ウランを使い続けたり、
あるいはその原発を作り続けることによって放射性廃棄物がこうどん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 溜まっていき、日本の場合は再処理するので、その再処理することによってその6カ所を中心としたものすごい放射能汚染が起きるとか、そうなると一番犠牲になるのはまたその子どもなので、そういう子どもを被爆させないためにどうしたらいいのかっていうことをこう突き詰めていくと、やっぱり原発やめた方がいいんじゃないのかなという、まあ、そういうふうに思うに至っているんですね。で、6カ所村ラプソディはだけど理屈では私が今言ったようなことなんですけど、今回のように原発がね、世界で、まあ、本当人類史上初めてもう複数メルトダウンして複数爆発してもやめないわけですよね。即やめようと言わない。で、海外は他の国々はやめようとはっきりと国として、ドイツとかイタリアとかスイスとかインドネシアも原発を、日本から輸入しようと思ってたけどうちの国には合わないと言ったりとかですね、なんかそういうふうになってるんですけど、日本がなかなか足が抜けない。それはやっぱり単に技術的な問題ではないんですね。いろんな問題をこうはらんでそこにある。私たちもずっとその電気を使って使用済み核燃料というその放射性廃棄物を無自覚に出してきたということがあるわけですよね。じゃあどうしたらいいんだろうといったときに、この6カ所村ラプソディを作ることにしたんですね。で、6カ所に日本中の原発からその全て その核廃棄物がこの6カ所に集まってくるんです。そうするとですね、そこで1万2000人の村人の中で反対しているのは数人しかいないんですね。5、6人しかいない。でその中で今日はこの彼女が作ったルバブジャムをそこのまだ残ってますか、あと2つ残ってるそうです。吉川さんは生涯をかけてというかもう20年になるんですけれども、自分のふるさとに、チューリップ畑を作って、それでその昨年はその再処理工場を作ることとか、それを稼働させることとか、あるいはその自分の村がですね、放射性廃棄物のこう集積場になるってことに関して、まあ、ずっと反対を表明して、でそれ原発もやめようということをずっと言い続けてきたんですけど、村の中では孤軍奮闘、非常な少数派なんですよね。1万2000人の中の数人ですからね。でそういう非常にこう孤立した戦いを厳しい中で、まあ、やり続けている、その困難といったらもうそれはそれは大変で、私は2年かけて通って映画を作ったんですけれども、どうしてそんな頑張れるんだろうかと、その人生をかけるぐらいに一体何がその吉川さんを動かしているんだろうかということをずっとこう映画の中で描かなければいけないと思って何度も何度も聞いたんですよね。どうしてって、そうするとなんかこう特別な理由があるんじゃないかというふうに私は思い込んでいたんですけれども、吉川さんがいつも答えるのは、ふるさとを放射能に汚染されたくないから、ただそれだけと当時私なんか思ってたんですよね。ただそれだけ、それだけで頑張れるんですかと。だけど今こうやって福島を中心にし、そこに住んでいた人たちが実際に自分のふるさとがものすごい放射能汚染をされたっていう状況が具体的に本当にリアルにこう起きた、見える、それどういうことなのか、ありとあらゆるものに。でそれで私今福島を取材して新作を作ってるんですけども、その福島の人たちが認めたくないっていうんですよ。例えばね、すごい大きな家に住んでるんですよね。みんな敷地があって、そこに家庭菜園のような畑があったり、あるいは別のところに畑があったり、でその裏にすぐ山があって、その山には山菜が春にはもりもりにできたりとか、もう庭にも吹きは出たりとか、いろんなものがこう生えてて、それを季節になるとおっとか取ってシュワーッと天ぷらにあげてパクパクと食べて酒の魚にするとかね。でちょいと川に行って魚釣ってきて、それでそれをみんなでバーベキューで食べるとかね。そういうことを当たり前のようにやってきて、で今こ
なった。そうするともう100ベクレル超えてますとか、なんかコシアブラっていうすげえ美味しい山菜が800ベクレルとかね。そこに見える山菜とかそのフキノトウとかみんなものすごく綺麗なまんまなんですよ。そしたらその福島の私の話を聞いた人たちは認めたくないって言うんですよ。なんで？だって汚染されてるでしょって私が言う。で心の中では思うんですけど、だって汚染されてるでしょっていうのが言えないんですよ。汚染されてるでしょ、分かってるけど、でもそんなことは認めたくねえんだって。俺たちの暮らしが何もかも汚染されて前のように戻らないと、やっぱりそれ認めたくないっていう人がものすごく多いんですよね。そういう微妙な気持ちというのが、いろんなこう例えば除染とか、あるいは子供を避難させるとか、そういうことにですね、影響をこう大きくこう与えているんですね。で、自分たちも認めたくないから、その見かけは美しい、そこら辺にあるものを食べるんですよね。そのふるさとを放射能に汚染されるっていうことの内実っていうのは、これからもっともっとね、こんなことなのかっていうふうに出てくると思いますけれども、だからそういう思いをして頑張ってる人たちがいかに世間一般の人たちから変わり者とか過激派とか共産党とかって言われて理解されてこなかったか、これか、今理解されてるのかっていうことなんですよね。今もあんまり理解されてないんじゃないかな。そこをどうしたらいいんだろうと思うんですね。で、こっちの方がポピュラーなんですよ。この方は農家所村の岡山さんなんですけど、吉川さんの中学校時代の同級生で、農家所村最大企業の会長で、でも推進のトップ でやっぱり村の子供たちの未来のために再処理工場は必要だって言って、で、吉川さんは子供たちの未来のために必要じゃないと言うんですね。で、ものすごい莫大な2兆5000億円という核コンプレックスというか、核複合施設、再処理工場はある、ウラン濃縮工場はある、低レベル放射性廃棄物、施設はあるっていう、そういう巨大な核施設を2兆5000億円という、国家とその日本の経済界が全体として寄ってたかっていうのを岡所村に作ると。そういう1万2000人の村に2兆5000億円のお金がですね、なだれ込んできて、でそれで村はすったらもんだしたんですよ。80年代からものすごい戦いがあって、でそんな中で、こう推進派反対派っていうふうに分かたれるっていうことになったんですね。でここがちょっと考えどころ、皆さんぜひここで考えていただきたいんですけど、推進派と反対派と誰が分けているのかっていうことなんですよね。でこれ結果としてはそうなっているんですけれども、私のこの六ヶ所村ラプソディの映画の中ではそういうの全部取っ払って、さっきも言ったように、もう加害者も被害者もないんですよ、核に関しては。なので、これまでね、原発を反対する側に立ってきた人たちは、原発を推進する人たちに対して、特に六ヶ所の人たちに対して、金で魂を売ったと、お前たちは放射性物質を金に変えたんだと、で金を掴んだんだと、汚いやつだと、で俺たちは原発反対だ、でそれでその最初にも反対だ、放射能汚染反対反対反対で悪者と言ってきたわけですよ。でそういう立場で反対運動するというのは日本の一つのこう伝統的な、私は実は新参者なので、イラクから帰ってきて、本当に自分が核で作った電気を使っているということはどういうことなのか、でそれから、何か変えていける可能性があるだろうか、
そのためには、知らなきゃいけないだろうと。知るってどういうことなのかなって言って、6か所に出かけていったんですね。でそういうそのちょっと古いタイプの反対運動、自分たちに正義があると。でも吉川さんとは違うんですよ。吉川さんの運動はもう全然違う、独自の運動だと思います。この足元から地場産業を起こす、つまり最初に工場に落ちてくるようなそういう莫大なお金に頼らず、6ヶ所村はその寒冷地作物とか野菜とかすごく向いてるんですね、土地が。そういうものを作っていくことで、そして美しいその自然でグリーンツーリズムとか、いろんなことでもっともっと可能性がある、そっちの方で生きていけるんじゃないかということを模索して、でその村の人たちの事情もよく分かってるんですね。つまり再処理工場を受け入れさせられた経緯というものが、権力でありお金であり、その例えば漁業協同組合の組合長さんをですね、青森県の県庁から黒塗りの車で毎週迎えに来て、でその温泉街に連れて行って、その完備で有効させるんですよ。それは電力会社お金出してるんですけど、そうするとどん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 それまで反対をしていた海はだねって言ってた漁業協同組合の組合長さんが酒と女に籠絡されていくんですよ。酒と女って非常に男の人弱いですねいやこれはねもう本当に伝統的な手法なんですけど効果的だとあちこちで聞いていますでそれでどうなるかというと家庭崩壊するんですよ。家庭が崩壊していくんですね。でそれでもうこの漁業協同組合の組織も崩壊していくというか、どんどんどんずるずると取り込まれていくっていうことが起きる。そこには金、そのお金が本当にうまくこう使われていくっていう、そういう証言を私いっぱい聞いていますが、でも普通のそういう何も権力を持っていない、権限を持っていない人たちはただこう巻き込まれていくんですよね。で6ヶ所村だってね、漁業協同組合のいろんな吸った問題があっても漁業を手放さないっていうことをやっていたにもかかわらず、機動隊が来てもうその反対する漁師たちを押しつぶし逮捕して、なんで逮捕するのかわけわからないんですけど、でそういうことをね田舎でされるとね、やっぱり非常に効くんですよね。で反対運動はそうやって瓦解していった後に、もう国が国策としてやると、でその核施設をドカンと持ってくるとなった時に、で年寄りがいるとか子供がいるとか病人を抱えているとか、そこで生計を立てていかなきゃならないとかっていうさまざまな事情を抱えた人たちが、もうサバイバルの段階に入ってくるんです。もう選択の余地はない、選択の余地はないんですね。だからこうサバイバルした結果こういうことを言うんですよ。あるいは経済が大事だみたいなことを言うようになると思います。でもその他にやっぱ選択肢がないと思い込んでいるっていうところがあるんですね。確かに原発とか核施設を誘致する時の大きな力っていうのはものすごいので、一人一人がやっぱ自分がこれを抗っても無駄だわって思わせるようなところは確かにあると思うんですね。でだけどなんで私が今日のこのミツバチの音と資金の会場を作ったかというと、そういうねフラットに全部反対派とか推進派っていうその色分けとかレッテルを全部剥がして、何が起きてるんだろう、人としてどうなの、どういうふうに生きてるのっていうのをこう6ヶ所村で見ていった時に、多くのその若者たちがその6ヶ所村ラプソディを見て知らなかったっていうんですよ。自分たちがどんな電気を使っていて、その結果どうなっているのか、原発がどうなのかっていうのを全く興味もなく知らなかった。で知った今何ができるのかといった時に、やっぱり脱原発というか原発から足を抜いていく何かこうビジョンが欲しいと、で私はこれを作ることにしたんですね。岩井島とは出会いがあって、これが岩井島なんですけど、で前その岩井島を取材しようと思う前に、スウェーデンを取材しようと思ってました。脱原発を果たした国を取ろうと、
でそれはドイツでもいいしスウェーデンでもいい。でもスウェーデンにしたのは原発の是非というものを超えて、やっぱりこう持続可能な社会とは一体どんな社会か、で原発がいい悪いではなく社会全体が持続可能になるためのエネルギーはどうしたらいいのかっていう、そういう非常に大きな視野を持ったあのビジョンがある。でしかもその地域分散型のそのそこの地域の人たちの手でエネルギーを作るということをやっているっていう、まあ、そこはすごく気に入ったんですね。でこの2つのスウェーデンを見、岩井島の取り組みを見た、その2つがね、まあ見た皆さんの中で何かこう化学変化が起きるっていうことを期待して、あの本当にこの2つを一本に入れるっていうのは荒業だったんですけども、でもやっぱりあのそれまでは単なる風であり単なる太陽の光だったものがエネルギーであると、で資源のない国だと思っていたものが、実はその波の力はスウェーデンの3倍もあると、でそうい う, こう新しいエネルギーを見る、そういう眼差しというものが、やっぱスウェーデンを見ると日本に帰ってきた時に、なんでこんなことやってんのと、この美しい海をなんで埋め立てなきゃいけないのと、他に何か道があるんじゃないのっていう、その他の道がもっと具体的に見えてくるんじゃないかなと、そういうことで2年かけて作ったんですね。でこれをこの3本は実は一本一本こう独立してるんですけれども、まあ本当に一つのあのつながりの中にあって、まあ、3本で1本と私は思っているんですけれども、あの私がこの13年間かけて、ずっとこうこの3本の映画を作ってきた中で見えてきた世界というものがあの出ている。それは、未来のエネルギーを一体どうするのかっていう問いかけに、まあ、この映画になってるんですけど、やっぱり誰がそれをするのかって言ったら、国とか電力会社とか任せておけばいいやとこれまで思ってたかもしれないんですけど、私たちはどうするのか、私たちが何ができるのかっていう、そこがその一番問われているというふうに思っています。ということで、あのこの3本核をめぐる3部作を振り返って、作ってきた経緯をお話しいたしました。ということで時間になりました。どうもありがとうございます。